おはようございます。黒犬なんですけども、今日も雑談していきたいと思います。雑談というか、今日見たニュースでちょっと残念だなと思ったことがありまして、それは何かと言いますと、僕30代以上で、一番好きな女優の方がいて、深田恭子さんなんですけど、めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。CM もよく出てるんですけど、今日のニュースで、多分グッデイだったと思うんですけど、その曲、その時に、なんか急に深田恭子さんが交際しているっていうニュースが流れて、うわ、マジかと思いましたね。多分結構そういう人は多いと思うんですけど、その熱愛報道が報じられて、その相手の方の話なんですけど、相手の方が、その財産の方は結構すごいんですけど、とりあえずシーラホールディングス会長の杉本博之さんですね。杉本さんは交際については大変申し訳ありませんが、プライベートのことなので仕事のこと以外は答えできませんと、申し訳ありませんとコメントしていると。とりあえず熱愛は否定はしていない。一般人なんでそっとしていただけるとありがたいですと言ったそうです。杉本氏は女優の剛力彩芽と交際中の ZOZO の前澤社長の親友で、番組ではそのことについて昨年7月杉本氏にインタビューしていた。杉本氏は幸せになってほしいな、一人の親友として、ああいう人と結婚したらいいのにと思いますけどねと前澤社長にエールを送った 上で2人と同席していた経験があることを認め、すごく素晴らしい方ですよ、剛力さんと、剛力さんを絶賛していたと。杉本さんが、親友について大いには語ったものの、自身のプライベートには回答を拒んだ杉本氏。お笑い芸人斉藤さんは深キョンと言ったら我々のアイドルですから、もうちょい面接したいですよねと、ファンの気持ちを代弁していたという話なんですけど、このニュースを聞いた時、多分多くの男性が「ああそうなんや」と思いましたよね。そうなんかと、やっぱりお金かと僕は思いました 正直に。けど、お金もすごい大切だと思うんで、それも36歳っていうね、結構もういい年じゃないですか、結婚しても。多分20代とかだったらもう全然俳優とかと、でもこれまで多分深田恭子さんは多分芸能人としか付き合ってなかったと思うんですよ。一般人初だと思いますね、公開で。でも僕は別に全然いいと思いますね。それも今年の元日にはその両家に挨拶に行ったっていう。それ聞いた瞬間、もう結婚なんかと思ったんですけど、結婚はまだ分かんないですけど、深田恭子さんいいですよね。皆さんどう思います？どう思います？僕めちゃくちゃ好きです。普通にドラマも見ていたんで、次もドラマあると思うんですよ。なんか題名忘れたんですけど、ドラマは何やろうな。次2019年、初めて恋をした日に読む話かな、だったと思うんですけど、とりあえず応援しましょう、深田恭子さん。応援しましょうっていうか、なんか適当なんですけど とりあえず、やっぱり、男の人どうなんですかね。やっぱり、男は女性をどう見ているのかって言いますと、やっぱり、外見もそうなんですけど、やっぱり中身もあると思うんですよ。
女性の方は、僕女性じゃないんで分かんないんですけど、どう見てるのかなと、男性のこと。多分顔も絶対見てると思うんですけど、面白さのなのかなみたいな。いや僕もどっちか分かんないんですけど、やっぱり面白い人の方がいいですよね、僕的に。結婚するならやっぱ僕も面白い人間になりたいなと思って、これから頑張りたいと思います。決してかっこいいとは言えないんですけど、杉本さん。でも男としてはいいと思いますね。まあ僕が言うのもあれなんですけど、もう僕も杉本さんみたいになれたらな、いいと思っているので、まだ大学生なんでね、口だけでは何とでも言えるんで、しっかり自分のやるべきことをこの大学生活でやりたいと思いました。まあぜひ、まあ今回はちょっと悔しかったんですけど、悔しかったというかちょっと残念だったんですけど、まあ今日はこのぐらいにしておきたいと思います。まあぜひチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いします。それでは。